はじめにウルトラトレイルマウント富士2018の大会概要と会場内イベントについて発表いたします。6回目となりますウルトラトレイルマウント富士2018について、昨年8月の定例記者会見においてスタート会場の変更と日程を発表いたしましたが、今回はコースとスタート会場内で実施するイベントの開催について発表いたします。まずコースについてですが、STY、UTMF の2つの競技とも富士山子どもの国がスタート会場となり、富士山を中心に時計回りに進みます。 STY は富士山麓を約半周して、山梨県の富士河口湖町大池公園がゴールとなります。 UTMF はそのまま時計回りに山中湖村まで進み、折り返すような形で富士河口湖町を目指します。帰りの富士河口湖町から山中湖村は別ルートを通ります。今回の UTMF は富士山一周という、これまで大事にしてきた大きな特徴がなくなってしまいますが、100マイルの距離を確保するとともに、これまでとは違う魅力と難しさを備えたコースとなっております。次に会場でのイベント開催についてであります。スタート会場を盛り上げるための各種のイベントが開催されます。 UTMF、エクスポ、チアパーク、マルシェといったイベントが開催され、市民の方がスタート会場を訪れても楽しめるものとなっております。海外からもたくさんの選手が訪れるこの大会を盛り上げるため、ぜひ多くの方に会場に足を運んでいただきたいと考えております。